なんかお久しぶりですね。やる気が完全になくなっててですね。まあ、飲もう飲もうということで、今回珍しく、ほら、これパウチの、ワインです。珍しくないですか？ドラッグストアにね、棚の、なんか、カゴ状の、なんかあるじゃないですか。ちょっとだけ奥みたいな。そこにね、売られてたんで、なんか珍しいなって思ってね、買いました。JP シェネさんのコドンバール、シャルドネらしいです。フランス語ってさ、読むの難しいな。これ、ライトついちゃってるの？まあまあ、いいか。ちょっとね、スズムシの声を聞きながら、もうなんか、冷蔵庫に入れてたんで、ちょっとね、こう水滴滴って美味しい感じになってますけど。こう、瓶じゃないワインっていう珍しい。で、これね、一口サイズ、ワンカップサイズなんでね、なんか、アウトドアにもいいとかも書かれてますね。で、持ち運びが簡単。確かに。ね、これね、山行って飲んでも、いや、どんだけ酒飲みやねんって感じですけどね。キャップもついてて、いいですね。で、環境にも優しいと。ガラスよりも軽いってね。捨てるのも楽。いいね。アルコール分が下に記載。11%かな。で、フランスの会社ですね。会社っていうか作ってるとこです。JP シェネは。フランス語ってちょっと読みが難しい気がします。輸入は、カルベジャパン株式会社さんですね。なんかね、このマスカット色に白い文字が 見えへん。下がさ、マスカット色で明るすぎるんだよね。でね、これ内容、あ、えーと、容量か。容量っていうか、早飲めって感じか。入ってるね、液体の量がですね、なんか微妙な感じがしませんか？この187なんです。これがだから、750ml が向こうのこのね、普通のサイズ。まあ、日本でいう4号の、瓶のサイズなんですけど、それもの、4分の1ということですね。まあ、コップ1杯分ということです。日本やったらね、この、180ml なんですけど、早速飲んでみましょう。もうね、いろいろとね、ちょっとね、やる気がないのでね、全部入れちゃうか。凍らしてなんかシャーベットにして飲むっていうのもなんか SNS であるとか、そういう情報も書いてありますし、確かになんか美味しそうですね、これ。でね、凍らせられるんで、これはね。はい、こんな感じです。綺麗。この、今、そのスマホのアプリがね、綺麗。前のね、アプリがあまりその、色味が良くなかったんでね。これはね、別に編集で色合いを変えなくてもいいぐらい綺麗な色合い出てると思います。同じぐらい。マスカットの絞っての色合いですね。乾杯。とにかくね、まあ、乾杯。やる気が出ないときは、やる気が上がるような、なんか、いつもはね、飲まないようなものを飲んでみるっていうのでいかがでしょうか。で、値段が、ちょっと高めなんですよね。これ、340円ぐらいでした。いただきます。ちょうど、冷たくしといてよかった。まあ、ワイン、高い、安い。まあ、正直、ちょっとね、高いんですよね。パウチ。しかも一口サイズでっていう。まあ、でも、面白いなと思って、まあ、コンセプトというか、あんま見たことないんじゃないですか。なんで、買ってみたんですけど、ぶっちゃけね、かなり高いですけども、まあ、珍しい。この JP シェネどうだったかな？飲んだかな？白ワインの、赤ワインは飲んだことある瓶でと思いますけどね。なんかね、売ってたかな？まあ多分売ってるか、意外と見てないだけで。書いてあるのは、パイナップルやリンゴのような、程よい、甘み、キレの良い酸味、という感じで書いてます。で、その辛さ、これ何の、評価って言えばいいかな。まあ辛口ですね。辛いですね。っていうか、酸っぱいですね。でも、まあ、ちょっと甘さがあるかな。パイナップル、と思えばパイナップルなのかもしれないけど、このね、酸っぱさはね、ワインの酸っぱさかな。パイナップルやともっと砂糖、ちょっとね、果実感があると思うんで。これはね、ワインの酸っぱさかな。ちょっと確かに酸っぱいので、好き嫌いは分かれるのかもしれないですね。意外とこういうのは、料理と一緒に合うって感じですね。なんか甘い、ワイン、赤ワインとかだと、なんかね、料理と合わないですよね。
白ご飯食べながらそのブドウジュース飲むみたいな感じですかね。やっぱり料理と合うんやったらこういう苦い酸っぱい、辛いのが、私的には合うかなと思います。アルコール度数も低いんでね、11%、グビグビ飲めると思います。ちょっとね、俺的には少ないなっていう感じが するんですけどね。あ、これ炭酸はないですね。普通のワインですね。炭酸かなとちょっと思ってたんですけど、炭酸ではないっぽいですね。まあ、ワインか、そっかそっか。というわけで、まあ、これはね、ね、なんかどっかで旅行とか行った時用がいいんじゃないかな。で、今すぐアルコールを摂取したいとか そういう感じ。あ、そう、コップもね、これいらんのがすごいよね。これパウチのね、そのまま口つけて。ただちょっとね、あんまりその、夏場はね、衛生良くないかもしれないですけど。まあ、アルコール、どうやろう。でもアルコール入ってたとしても、ちょっとこれはね、11%低いな。だから、あんまりバイ菌はね、出てくると思うんで、まあ、飲んだらすぐ飲むぐらいがいいんじゃないでしょうか。まあ、なくなりますよね。だって180よりも少ないもんな。なんぼやったっけ。今日は100、180よりも多かった。187でしたね。酸っぱさがちょっと多いなという私の印象ですけど。皆さんもね、たまにはいろんな商品を飲んでみてはいかがでしょうか。ごめんね、やる気が本当に出てなくてね。で、というか、まあ、起きる、仕事する、帰る、時間がね、ないんですね。こういう感じで動画でゆったりと撮って、なんか話すっていうのがさ、わずかな時間を見つけられないんだよな。なんかね、そう。で、まあ、動画撮ってて、朝になって、で、アップする頃にはもう完全にね、暑いぐらいの朝になって、ちょっと鬱になるんですよ、そうすると。朝やのに、でも仕事しなきゃ、いやでも寝なきゃってなって、でそうこうしてると、1ヶ月経ちましたみたいな感じなんでね。おっと、あ、今勝手に消えましたね。なんか熱くなったんかな、スマホが。というわけで、語るのもやめとく まあ、これからね、動画頻度ちょっと考えます。時間があればね、バババッとその日に出せると思うんですけども、ないとね、まあ、仕事終わってやったらってなるんですけども、疲れてるんですよね。で、ご飯も食べないと痩せ細るだけなんで、全然食べる時間もないんですよね。どうなってんだって感じだけど。なんかそう、食べてるとね、もう眠たくなって寝てるんですよね。夏って暑いからね、体力を消耗してるんかな。まあ、言い訳、結局言い訳なんですけどね。寒い時もそういう言い訳するのかな、どうかな。とにかくね、食べないと痩せるだけなので、ね、で、1日ね、3食も食べてないと、やはりちょっときついかな。痩せ続けるんですよ、とにかく。別に痩せ続けたらいいやんって感じなんですけどね、そうすると、まあ、動けなくなるんですね、これが。もう何もする気も起きなくて。て、まあ、完全にね、寝たきりの状態になってしまうので、とにかく食べないとダメなんですよね。夏バテってあるじゃないですか。あれはね、まあ、あのまま何もせずに行くとね、死ぬというよりかはどうなんでしょう。死にはしないけども、だいぶね、生命力とか下がって、で、なんか病気とかに、ね、なって大変なことになるんですよね。だから、何かしらね、対策、夏に対抗できるような対策が、っていうか暑いよな。38度とかがね、常に続くとさすがにきついなって。今はね、まあ、だいぶ涼しくなってますけども、秋がどうとか言ってますけども。あ、そう、サンシャインマスカットが結構豊富で安くなったらしいので、私もね、そのブランドの、ね、高いマスカット食べたいな 今年はね、買いたいな。ね、安くで売られてたら買おうかな。なかなかないですからね、こういうブランド、日本のね、ブランドが、そういう、ね、ブランド名がついたものが安くなって、みんなに、ね、卸されるっていうのないのでね、ここはね、買い時だと思いますよ。皆さんもね、サンシャインマスカット食べてない方、食べてはいかがでしょうか。やはり、あれですね、このいっぱい取れると、まあ、安くなるし、で、ね、業者とかに卸すときに、
大量購入とかで、ね、安くなるんでしょうね。だからそのたまにさ、なんかフェアみたいな感じで、今月はレモン推しみたいな感じであると思うんですけど、それって多分ね、めちゃくちゃその収穫があったからだと思うんですよね。なんか如実にどこの企業も、いろんなさ、お菓子とかの企業もさ、レモン味にしてみたみたいな、そういうのが多くなったりするときってたまにあるじゃないですか。まあ多分その影響だと思いますよ。で、お店とかもね、サンシャインマスカットを使った〇〇みたいな感じで、そういうポップを見たことあるんで、ああ、やっぱりその影響が出てるんだなっていうのをね、最近 実感しましたね。サンシャインマスカットですからね、こう、名前が、あれ名前っていうんですかね、その、筋書きがついたような、ね、商品ですか。ただの、まあ、ブドウじゃなくてっていう意味でね。なかなかね、そういう機会ってどうなんですか、ないと思いますけど。そう、暑すぎるからこそいっぱいね、取れたっていう、なんとも言えないですけど、ね。でもね、やはりね、いつも通りというか、暑くなりすぎるのもね、やっぱ動けないですよね。外に出れないですよね。あ、お話が長い。なるほど、なるほど。ではでは、この辺に また次の動画でお会いしましょう。